巻き方によってはもっとちっちゃくねできる。はい、YU.com ゆきです。ということでね、このチャンネルではガジェットの面白さを皆さんと一緒に楽しみながら学んでいこうということで、主にアップルを中心にやっております。ということで始まりました。今回で、ね、なんとマグタイムさんっていうところからね、ケーブルをいただいたので、そちらね、紹介したいなと思います。おー、うわ重い。見てください。ケーブルです。カラーバリエーションがブラックとシルバーとブルーっていうのがあって、とりあえずもう開けちゃいましょうか。はい。もうかっこいい。何気づいた？おシールないじゃん。いつも固定してある。あ、アップル製品のこれね、実はマグネットになっててくっつくんですよこれ。ほらこんな感じで。すごい。巻き方によってはもっとちっちゃくねできるんで。すごいじゃん。そう。あ、俺ちょっと欲しいなと思ったじゃんこういうの。俺もね欲しくて、アップルもね iPhone15 から紐状になったんだよね。でかつタイプ C になったんだけど、そうこれね。タイプ C とタイプ C とライトニングとタイプ C のケーブルのねカラーも豊富だし端子もね選べるのでめっちゃちゃんとしてんじゃん。そう Apple 製品もね全然このケーブル自体はいいんだけど iPhone 充電する時まあこんな風にさなってたわけ、ね、そうこれで電車乗ったりするのはちょっとなっていう。俺の場合はねもうこのまんますごいいいじゃん。そうこれいい。もうやばい。これはすごい。これすごいいいよ。ちゃんと充電できます。 60W まででしたら充電できますので。このねケーブルすごいいいので伸びるしめっちゃいいじゃん。これいいよね。いい。持ち運びもまとまってすごいいいね。磁力的には個人的にもっと強いかなと思ったの。あーわかる。ちょっと挟んだら痛いかな。あそう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 。さじ加減がちょうどいい。なんかすごい強くもなく弱くもなくなんか近づけるとやっとくっつくみたいな。ちょっと遊んじゃうよ手遊びする人は注意ですねこれ。ぜひこのねマグタイムさんのマグネティックチャージングデートケーブル使ってみてください。今回も見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ケーブルでした。いやめっちゃいいよ。うんということで次回もレッツライド。